また観光に戻って恐縮ですけど、観光っていうのは主要産業の一つになるんでしょうか？そうですね。この地域は、もう漁業と観光業が、メインですね。その観光ガイド、観光ロッジっていう、本当にこう観光業で、生計を成り立ってる人も多いんですけれども、その、漁業をやってる方とか、いろいろ運搬関係の方とか、観光客が、たくさん来ることで、こう経済が、支えられてきたっていう、側面が大きかったので、感染症が拡大することによって移動が制限された時には、この地域は非常に大きな、影響を受けました。今、だいぶ国内だいぶ落ち着いてきているので、そうですね、はい、国内の観光客や、あと一部欧米の国なんかからの観光客も徐々に戻ってきています。あ、じゃあこれから観光業どんどん立て直してくるんじゃないかというところですね。そうですね。はい、そうですね。はい。いろいろとお話どうもありがとうございました。では、ちょっと今からですね、JBC アフリカチームのメンバーに、ちょっといろいろと、質問などをさせてもらってですね、ちょっと草刈さんの方からお答えいただければと思いますが、じゃあまず、じゃあ山下さん何かございますか？山下です。どうも今日はいいお話をたくさんありがとうございました。マラウイのことあまり知らないんですけども、子供たちっていうのはセカンダリーに行く子供たち、だから高校、中学高校っていうんですかね。小学校は何年生なんですか？8年生です。あ、8年生で。それでプライマリースクールが8年生で、セカンダリー。4年間、セカンダリースクールなので、はい、8年と4年で、日本でいう小中高と同じですね。はい。8年、小学校というか8年生までは義務教育ですか？義務教育というか、でも どうしてもドロップアウトしてしまう子もいます。それはやっぱりその家庭の事情だったり、その家庭の経済的な事情だったり、そうですね。セカンダリースクールっていうのはやっぱり割とお金かかるというかですかね、学費が。その私立の学校だとか、あとはコミュニティデイセカンダリースクールとか、いろんな種類 の学校があって、おそらくコミュニティデイセカンダリースクールの方は、学費もより、低く設定されていたりとか、あとはそのボーディングスクールか通いかにもよると思いますし、あとはその結構いい、いわゆるいい学校に進学する子は結構遠くに、遠くの、学校に通ってボーディングスクールとかで過ごしたりする子もいるので、そうするとかなりお金はかかるようですね。寮に入るんですかね、学校の寮。そうですね、はい。これうちの話ですけど、私ケニアでもね、割と学費、セカンダリーの学費を支援している活動をしてるんですけど、やっぱりセカンダリーに行ける子は増えたといっても、やっぱりすごく高いんですよね、セカンダリーの学費がね。だからとってもじゃないけど、みんながみんな何も自分の家のお金で行ける人っていうのはそれほど多くなくって、いろんなところの支援を受けていく人っていうのは案外いるんですけども、行きやすい仕組みになって、マラウイって本当知らないんですけど、マラウイの教育システムってどうなってんのかなとかちらっと思ったので、はい、また教えてください。ありがとうございます。またよろしくお願いします。これもちょっと打足なんですけど、なんか大学進学とかも試験によって、その点数によって、結構この地域の子たちで大学進学希望していたけど結局進学できるって子が非常に限られた数の子しか、試験を取らなかったと。その通った子も話を聞くと、本当はなんかその IT 関係の、勉強したかったんだけど、その成績によってもうすでに専攻を国に決められてしまうので、ケニアとして彼はなんだ IT ではなくてなんか農業を勉強することになったと言って、最初はちょっとがっかりしてたんですが、さっき の共同農園とかの活動にもなんか参加してくれるようになって、います。はい、志望通りの学校に行けないっていうのがすごいですよね。点数で上げられちゃうから、すごいことですよね。どうやってモチベーションを保って、勉強もしくは仕事していけるんだろうって思ったりもします。そうですよね、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あとでは次、水谷さん何か質問ありますか？はたくさんお話ありがとうございます。質問2つあるんですけれども、草刈さんが先ほどおっしゃっていた
一つの村に入って村人の人と一緒に暮らしてクリニックとか学校とか作ったり他のサポートをする中で一番大変だったことをお聞きしたいのと、あとその村の人たちが開発のするためにやる気を起こしてもらうためになんかサポートの仕方とかあれば教えていただきたいです。まあ、苦労したことというかやっぱりそのとてもこう多くの人で成り立っている複雑な、まあ、社会なの でその中であの全員が同じ方向を向いてる同じ熱量で同じ方向を向いてるってことは、まあ、まずないと思うんですけれども、その中でいかに何だろう頑張ってる人がこう足を引っ張られないでそれをこうちゃんと達成実施できるのかっていうところが非常にこう、まあ、難しいのかなと思っています。まあ、今いる地域も非常に頑張ってる人たちもいて、で彼らをサポートしようっていう仲間もたくさんいるんですけど、やっぱりどうしても、まあ、そのマラウイの社会の中ではこう妬みジェラシーとか、まあ、そういうなんだろう、こう、まあ、出る杭、まあ、打たれちゃう、まあ、そういう傾向はどうしてもあって、なのでそういう頑張ってる人たちが、まあ、いかにこう潰されないで頑張っていけるように、で私が出しゃばりすぎるのも良くないので、いかにこう彼らがこうやろうとしていることをサポートできるのか、その辺のこうマッサージ具合というか、まあ、そういうものは非常に大事だなというふうに感じています。今ので一応両方の質問の答えになりましたかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次、小河原さん何かあればお願いできますか。はい、そうですね、ちょっと僕はもう簡単にあのおすすめの観光地、具体的なところを教えていただければと、あとなんかマラウイの日本との関わりっていうのをちょっと教えてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。まず、観光地というか訪問すべき場所ナンバーワン、ここです。ケープマクレアにぜひいらしてください。あのマラウイ湖、あと いろんな自然、あの魚、野生動物、森林で人々とのこう日々のこう営み、そういうものがこうとてもあの素敵にこうハーモニーになっている、あのとても美しい地域 でとにかくあの夕日がとても美しいので、ぜひあの夕日を見ながら、あの地酒とかあの美味しい冷えたビールとかを飲みながら、はい、ぜひこの地域を堪能していただきたいと思います。このマラウイ湖に加えて結構その3000メートルちょっとあるあのムランジェ山とか、結構あのマラウイすごく小さい国なんですけれども、本当にこう様々なあの風景が全国で見られるので、そんなに大きな国ではないので、ぜひいろんな地域を回ってもらえると嬉しいなと思います。はい、で日本とのつながりですね、日本のとのつながりは、まあ、いろいろなつながりがあるんですが、あの特筆すべきは JICA 海外協力隊の派遣人数があの実は世界一なんですよね。あのマラウイって多分一般の日本の方にはそんなに知名度は高くないですよね。あれマラウイって国なのっていうところから始まったり、本当にこうマラウイを認識あのされてないあの場面も多いんですけれども、実はあの JICA が92カ国派遣している中で、あの通算もう1900人超えて累積ナンバーワンになっています。でちょうど去年あの派遣開始から50周年を迎えました。まあ、私も実はそのちょっと協力マラウイ協力隊研究というものにもあの関わっていて、まあ、マラウイのそのこの50年間どういうあのこうマラウイと日本の協力があったかっていう、まあ、そういうものも勉強させてもらってるんですけれども、そうですね、ただその人数が多いというだけではなくて、やっぱりそのこう人と人との関わり、その協力交流の中でいろんなことが生まれて、今もそう継続しているような協力だったり友情だったり、そこからビジネスが始まったり、そういったあの展開が あのあちこちで見られるので、そこもまた非常に興味深いなと思っています。私もそのね、あの1900人以上派遣されたあの協力隊の中の一人として、なんか今後もあで
あともう一つ特徴的なのがやっぱりそのマラウィに一度来た人またマラウィに関わりたいっていうでまた戻ってくる率も非常に高い印象があります。まあ私もその一人なんですけれども、あの私以外でも結構そのマラウィで協力隊もしくは いろんな形でマラウィに関わった人がまた何度でも帰ってきたい、そういうふうに思わせてくれるのもマラウィの魅力なのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。